ドイラン・トゥーン軍は、台北部、チエン・ライ・ケンの軍。君長ムタムの息子君、チュアンの時代からあったとされ、620年頃、プーカー・ムヤオの支配下に入った。1274年頃には、マンラー・イオーがやってきて、トゥーンを陥落させ、その支配下に収めた。1895年、キンクーエーン・ムアントゥーンと称され、南王国の支配下に置かれたが、 1904年、プラヤー・ピサーン・キーリーメイクの支配下、チェン・ラーイ県に編入された。1914年、軍となった。市街地は、イン側の形成した大地にあり、軍内の重要な水源は、イン側である。軍東部は、山岳地帯である。1020号線が、北から西に伸びており、北は、クンターン、西は、チェン・ラーイ方面に通じている。 1174号線が同じく北に通っており、パヤーメンライ方面と通じている。1292号線が軍西部から南に伸びており、チューン方面と通じている。1155号線が東部から北に伸びており、ウィエン県ンと通じている。1021号線が南に伸びており、チエンカム方面と通じている。軍内の主な産業は農業で米、 トウモロコシ、果物類などが生産されている。軍は10のタムボンに分かれ、さらにその階に175の村がある。自治体があり、以下のようになっている。また軍内には、10のタムボン養成隊が設置されている。以下のリストで結番のタムボンは分離して、クンターン軍を作っている軍である。タムボンイエン、タムボンユウ、タムボンプロン、タムボンメープロイ、タムボンチエンキエン、 タムボンタップタオ、タムボンガーオ、タムボンサンサイガーム、タムボンシードオンチャイ、タムボンのオーンデート。ありがとうございます。